こんにちは、小林幸子です。始まりました。おお、嬉しい。小林幸子は YouTube ババア。ということで、今日はなんと嬉しいんでしょう。もうね、素晴らしいゲスト、古崎さんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。正確に言うとね、数年ぶりなんですけど、あ、全然正確じゃない、数年ぶりじゃん。2年ぐらい前かな、2年かな、 NHK で5年間やってた日本人のお名前って番組で、はい、幸子さんが出てくれて、あげくに思い出だけをその場で歌ってくれたっていう。はい、あれ以来ですよ。あれ以来です。私もだからすっごくよく覚えてます。お会いしたかったんです。でもあの時のことは謝ります。なんでですか。おかしいと思う。僕にしてみたら大御所に決まってるじゃないですか。いや大御所ない、仮装しないからいいんですよ、振る舞いはね。で、その幸子さんをお呼びして、はい、いきなり照明もしっかりいじることなく、それでは歌っていただきますっつって、ほんと雑木司会みたいな七五調でね、悲しい歌を歌うこの人はみたいなことやって、どうぞその場で歌い切ってくれて、さすがにマイク置いた時に、こんなのでよかった、やり直せばいいのって帰っていく後ろ姿を見て、ほんと心の中で謝ったんですとんでもないです。いや、そんなこと言わないでください。いや、ぶつけみたいなもんじゃないですか。ほとんどぶつけですね。それであの名曲を歌って、普通だったらちょっともう一回やらせてくれるとか、ちょっと今置いて照明転換してからしくってなるはずなんですよ。いや、で、私ははっきり言って、イントロかぶせ、あれもうだって初めて聞くわけじゃない。うまいもんだなと思ってね、イントロで感心しながら歩いて行ったのを覚えてるんです。本当素晴らしい。よくぞやってくださった。でも古崎さんっていろんな実況もあれも、はい、でもあの本当にいわゆる演歌のイントロかぶせ、これも素晴らしいですね。いや、これはね、僕が素晴らしいんじゃなくてね、はい、師匠がいて、師匠、例えばね、美濃さんとか徳さんから教わって。あ、美濃さん、徳さんね、そうですよね。もうあの僕より10年以上先輩の人たちの七五調のああいう語りが大好きで、だから例えば小林幸子さんで言うとね、はい、常に演歌の王道を歩んでまいりました、幸子演歌のってやった時に、もう自分がどんどん高揚していくわけですよ。だから自分は歌前にちょっと歌を歌わせてもらってるぐらいの節回しでやるのが楽しくて、いや、あの時それをやらせてもらった役に普通に歌って、はい終わりって帰ってくる幸子さんがかっこよい。何回も言いますけど、何の愚痴もこぼさずよ。あの幸子さんのこと好きで、歌謡曲とか演歌とか好きな、あの背の高いディレクターがそういうの本当気になさらないですよね。いやいや、本当全然そんなことは全くないですけど、古崎さん、はい、私ね、ナウボイスのファンでございます。もう大好き大好き、もう何しろ聞いてます、ナウボイスを。寝る前にここにスマホ置いてね、ナウボイスの古崎さんの聞くんです。ずっと何でも聞いてください。お話したことを全部知ってますから。毎週やってんですよ、あれ。そうですよ。思いついてバーッと喋って。新幹線の中でね。今トンネルを通過いたしました。真っ暗闇になりまして、しかしながら関係ありません、これは喋るツイッターですので、このまま喋りを続行させていただきますとかって、ずっと連結部分で喋ってあれをサッカーの本田さんがね、そうです、何年もう3年4年前に声かけてくれて、宮根屋さんとのひそひそ話から何から全部聞いてなんだっけ、私笑っちゃったんだけど、自分の知ってるお店に行くのに、火事だってあれロケだったんですってねって話を。ああ、そんなのまで覚えてない。全部覚えてんの。もう知ってるお店行こうとしたら、そうものすごい救急車と緊急車両と消防車来てて、そう、大変なもうことになったと思って、やっぱ報道魂出て、もうとっくに報道ステージ終わってんだけど、現場から入り中継しできねえのかこれ思ってたら、ハリウッド映画の撮影みたいな。撮影だったんですね、はい、結局ね。撮影だったんですね。全く騙されました僕。もう笑っちゃって、もうそんな話とか、うん、だから一番、まあ、自分もナウボイス入らせてもらってるんですけど、一番好きなのはって、もう古田ちゃんって言っちゃって、何が好きかって、やっぱ何にも台本もない、もう世界が全部もうね、山のように全部が広がって見える、しゃべくりと言いますか、しゃべくり中毒、略してしゃべ中ってちょっと聞き方変えると危ないななんて思いながらね、天才だと思って、本当に面白いです。はい、すいません、話を待って申し訳ないんですが、目の前にあるメニューから。そうでした。はい、今日はですね、古舘さんとのコラボということで、はい、こちら幸子さんおなじみのしゃぶしゃぶお野菜に来ております。はい、メニューの方見ながら、これ、はい、オリーブオイルありますよ、幸子さん。オリーブオイル、こういうのすごい、オリーブオイルしゃぶしゃぶ、体に良さそうですね。今に完全にこれをオーダーしようと流して俺目についちゃったから。でも幸子さん、ちょっとかわしましたよ今。うん、これもねって言いながら他行って私はいつもの極み出しですね。道を極
極めた幸子演歌が始まりました。やっぱりこれいかなきゃダメですね。じゃあせっかくなのでキャンペーンのオリーブも頼んでいただいて。そうですか。あ、そうですか。その2種類でご用意させていただきます。よろしくお願いします。本当はビール飲むんですけど、でもこれ昼間だしだって。あ、ま、昼間とか関係あるんですか。関係ありませんけどね。いや、そうじゃん。だけどあれだけの朗々とした声をずっとちっちゃい頃は今に至るまで出していながら、お酒は大丈夫なんですか。大丈夫。まあ最近弱くなりましたけど、はい、でもお酒は、はい、一日のお疲れさんでご褒美として。あ、すいません、はい、使い方にない、あるないんですよ、これが。いやでもね、やっぱり幸子さんの歌声は宝だよね。本当にいや、これ本当そう思うわ。ちょっと幸子さん、もう一つだけ引っかかって聞きたい、はい、ここがすごいなって。よく YouTuber バーとか言いますよね。ディレクターの方がちょっと、じゃあ始まる直前ちょこっとどんな話すればいいんだって言って、 YouTuber バーみたいなこと言ったから、僕も空耳だと思った。はい、幸子さんに向かって YouTuber バーはねえだろう。そしたらご自分で言ったじゃないですか。タイトルかっこいいですよね。本当に、あの自分を笑うって素晴らしいと思ってるんですよ。ちゃんちゃらおかしいって自分を客観して笑ってしまう感じの、おしゃれっぽさがすごい。いや、嬉しいな。 YouTuber バーってご自分で言うっていうのはこっちの立場がないんですよ。かっこいいですよ。でも本当一貫して、はい、幸子さんの腰の低さとか自分を笑う感じとか大御所くらないっていうのは一貫してて、この時期からこうなったって波がない感じがして、ここが不思議なんですよね。普通人間変わってったりして、ね、ありがとうございます。はい、変わんないですね。それはもう本当にちっちゃい頃からずっとね、酒場で歌ったりとか、そういうなんか経験に基づいてるのか生来の性格なのか。いや、どっちもあるかもしれないです。もともとは本当に子供の頃から、なんか向こうでわーって言ってると、何が楽しいの、何ってすぐ入って言って聞きたがる性格なんです。だから興味が今でも変わらない、なんか新しいことの興味がすごく持ってますね、いつも。はぁ、だからか。俺幸子さん、確かに一旦紅白出なくなったり、はい、ある種の節目みたいなのがあって、はい、苦難があって、はい、あの辺りからガラッとこう変わられる感じがして、全然その終始人に対しての優しさとか変わらないのに、急に新しい世界に飛び込んだりしたじゃないですか。そうね、ニコ動、ニコ動とかね、ニコニコ動画です。私あそこでラスポーツとかものすごいもう一回ブレイクスルーがあるっていう、はい、あそこ普通お御所なら入っていかなかったと思うんですよね。まあ、そこも遊びながら入っていっちゃうんですよ。ニコニコ動画からお話があった時に、ニコニコ動画って何って聞いたぐらい。いやいや、本当に知らなかった。僕らの年代、あの時期そうですよ。そうですよね、はい、今の若い子たちにもすごいんですよって言う、じゃあやってみようかなって言った時に、コメントがドーッ、このコメントってこれ何って、もうびっくりして、すごいですよ、どんどん空入ってくんだ。そうなん、そっからなんかスタートして、何こんなに面白い世界。うわ、そう面白いって普通怖いっていう人もいるじゃないですか。こんなすぐリアクション来て、で悪いことも書いてあったり、あ、めちゃめちゃじゃないですか、はい、そこで怖がって引く人いると思うんですよ。はい、大丈夫なんですね。あ、大丈夫っていうか、面白かった。で、出てきて生だから、私の歌がこうパッてかかったんですよ。そうすると、うわ、歌うめえって感じだったの。あ、そうなのね。よし、若い人で知らない人いますね。もちろん下手したら我々の年代を、歌うめえって言うんで、あ、ありがとうねって、いや、とんでもございませんって。で、そういう会話が、あ、こういうふうに会話をする、こんな世界があるんだ、これは面白い。うわ、それで見事にラスボス的な一つのキャラがまた再構築されたじゃないですか。はい、そこで結局ラスボス、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 出る、何って言ったら、司会の人が、すいません、リスナーからラスボスって呼んでいいですかって出てるんですけど、呼んでいいですかって言うんだら、あ、どうぞって言ったんですよ。でもその時ラスボスの意味、私分かってないんですよ、全然。終わってからラスボスどうぞって言ったけど、ラスボスって何って聞いたぐらい分からないで OK しちゃったんですが、うん、分かんなかった、なんかニックネームかなと思ったらって。でもね、それでもみんなが楽しんでくれるニックネームだったら、それはどうぞって言ったんですが、そこからですよ、歩いてたらラスボスって言われるようになって、なんかね、ちょっと戸惑いはありましたけど、今はすっかり慣れましたけど。いやー、楽しいんだ、やっぱりね。あのバイブスっていう、最近若い人が使ってるんですね、ノリみたいな、バイブス幸子なんですよ。だってラスボス分かんなくても OK なんかノリで、本能的に OK 出してるんですよね。なんか決して嫌じゃない感じ。いや、いやだからやっぱり面白がっちゃうと思う。だってそんだけの話。いや、そこがすごいんですよ。いや、そんな、でも宇佐ちゃんだって面白い話ですね、いろんなこと。いや、まあそうですね、大好きでしょ。でも一時報道をやってたじゃないですか。もちろんあの報道ステーションの時代はもうガッチガチになってるわけですよ、報道一本で。で、そこから解き放たれた時に暴走しちゃって、はい、世間のノリについていけてないんですよ。報道バタだけだったから、いきなり出所してきたわけですよ。出所してきた、あのシャバに、シャバにね。それで俺は昔
バラエティーとか歌番の司会とかもやってて、スポーツ実況もやってて、ってそのノリでカッコつけて、うん、またすぐ通用するだろうと思ったら軒並み番組潰れて、もう完全に試練に巻き込まれました。よかったなと思います。調子に乗っちゃいけない、だもう完全な浦島太郎状態だったんですよ。そうか、報道12年やってその世界で必死に揉まれて頑張ってきたつもりだけど、終わって都合よく元の世界に戻ろうと思ったら、そうは今夜が下ろさないって。もう12年は、僕の12年の空白はバラエティとか芸能バタでいうと50年ぐらいのブランクがあって出てきてるから、スイーツも合わない、噛み合わない、めっちゃ噛み合わせ悪くて番組の軒並み潰れて、うわ俺って俺の等身大ここだってものすごい自分のちっちゃさが分かって、そから開き直るに楽しむようにってやらせてもらって、ね、今だからこういうふうにあの咲子さんとこういうことやらせてもらって、ものすごく勉強になって楽しい。いやあのちなみにお二人のお話が大変盛り上がってるんですけど、料理がもう到着してる。すごい野菜ね。いただきまーす。いただきまーす。じゃあこの、ま、ずそれ召し上がりながら、お二人の出会いってどれぐらい前だっけ？全然覚えてないぐらい前ですもん。ずいぶん前ですよね。下手したら僕はテレ朝の曲穴の頃に、しっかりとした記憶はないですけど、はい、曲穴の頃にいろんな歌番のアシスタント的なリハーサル要員とか、そういうような時に小林幸子さんと接点はあったはずなんですよ、曲穴として。そういうこともやってました。もうその辺りからですよ。でも画面上前からもう本当に幸子さんがちっちゃい時から15歳ぐらいであのドラマの主演やられてるんですよ。あーよく知ってますね。ね、はい、あの水泳のドラマで。そうそうそう、水泳選手なんですよ。そうそう、そういう頃から知ってるわけだから。ありがとうございます。いただきます。おいしい。このピアムのカツオだしからいってください。おいしい。このカ、これカモですか？はい、そちらカモでございます。おいしい、これ。つまなくて、おいしい。ただおいしいですか、これ。ただおいしいって、ただおいしい。褒めてる？めっちゃ褒めてる。あの、若い人が今時言う言い方の普通においしいって。はいはい、ワンちゃん普通においしいって。何がワンちゃん普通の言葉面白いですね。そうそう、言葉って面白いですよ、どんどん変わるから。だから言葉のほら、うん、番組ずっとねやってらっしゃる、だからそういうことでは勉強になりますよね。勉強になります、ね、本当は僕は幸子さんが若い人に人気があるっていうのがすごくよくわかる、はい、柔軟性が違うもん。どうでしょうかね。もう本当にあの幸子さんは人生温野菜ですよ。もう常にあったかいの春夏秋冬を通じて、嬉しいな。もう本当に幸子さん嫌いな人いないもん世の中に。もう本当にこのあったかさ、本当ごめんなさい、お返しする言葉が出てこない。いやもう言葉僕がやりますから、もうそこに存在してくれればいいんですよ。いや嬉しいな。だってね、はい、3年目の紅白の司会の時です、はい、2回上沼さんとやらせてもらって、3回目が松たか子さんですよ。そうですか。僕もね、3年目の時ね、はい、越後上和なんですよ。ありがとうございます。越後上和、嬉しい。雪の結晶が、そうですそうです。うわ、あれはよかった。あの時だけ僕司会の苦しみから逃れられました。本当に。あのほら時間制限があって、はい、谷村新司さんの座る前は20秒の予定12秒です、うんうんうん、どんどん最終的に蛍の光まで入れてと、ね、ネッペットン11時45分と成田さんの新商品の影の歌入るわけよ、太しくる。もう時間計算はもう戦いだから大変ですよね。両サイドの司会がやってて、もう聞き迫る状態で、下手したらイントロ付けの段階でイントロが例えば冠二郎さんに悪いことがあるけど、27秒の歌のイントロ付けをやって、はい、27秒の2秒手前でドッてやんなきゃいけないんです、うん。それが喋り出したらイントロ早いんですよ。ああ、これがウイラのこれなんてこれなんてこれどうぞ神戸さんみたいなことになって、うん、で全然イントロ付けになってない、うん、そしたら歌は負けないからイントロ止めて、もうそこまで過酷な時間調整やるじゃないですか。あ、 その時に幸子さんの越後上和だけは私完全に逆になれた。あれはもう強烈な印象だ。堂々と歌ってらっしゃるけど、もしかしたら安定悪いかもしれないし、ものすごい高いし、それでもなんで普通に地上で歌ってるんできるんですかね。もう心臓バクバクですもん。だって何を言ってるんですか、大変ですよ。いろんなこう自分では言えませんけど、まあ、装置と言われているもの です、ね、ですから、それが本当にちゃんと動くかどうかっていうこともすごく心
敗じゃないですか、はい、で今まで成功したこともあるし大失敗も何回も経験しているんで、うん、大失敗の時は本当に後ろからもうすごい声が聞こえる、どうしたなんとかとかって聞こえるんですね、うん、でもお客さんはもちろん分からない、これはもう失敗したんだな、もう動かないんだなと思った時にはもちろんこう歌合戦ですから歌をきちんと歌わなきゃいけないけど歌だけに専念しようと思って歌ったりでもいろんなことありました、うん、でもその時の集中力たまりません ね、 そうですね、苦しいけども歌に集中すれば、うん、全てをこう雑念を忘れられる瞬間でもあるかもしれないし、そうね、いろいろありましたけど、いや苦しいだろう、うん、自分が歌を歌ってこうやってね紅白に何年も出してもらってもうこういう歌手にさせてもらったってことはもうありがたいこと、12月31日はおまけ、自分にとっての1日おまけだったらお客様にね楽しんでもらおうというところからほんのちょっとしたところ始まってあんななっちゃったんですけども、自分も楽しんでます、本当に楽しんでもらうには自分が楽しまなかったら、まずそこかやっぱり、そうなんです、絶対そうです、はい、だから楽しんでます、はい、たった3分かもしれない、ね、たった3分のあの歌のために半年間都市再開発やるようなもんですよね完全に組み上げちゃうんですから、あんなものをね、巨大装置をね、そうですね、その儚さがいいんですかね、桜が散っていくのね、そうだと思います、それを作るために何十人の人たちが携わってくれるんですけど、大の本当大人、みんな60以上の機械をいろんなこと組み立てたりなんかする人が3分に命をこう全員がそこに集中してるわけ、それで成功すればいいんですが、失敗した時は本当にみんな下向いてこうやって泣いてるんですよ、いろんな仕掛けがあるから、たまにそういうトラブルありますもんね、あります、あります、ウィングが全然動かなかったりとか、うわ、でもそれでもね、やったというね、自分たち何も悔いがないということで、どうもありがとうねって言って毎回終わってたんですけどね、歌う公共事業ですよ、公共事業ああいう建設というか建立というかこう作り上げていくわけじゃないですか、それで僕ね、はい、思ったんですよ、小林幸子さんのああいう大掛かりの舞台装置見た時に、はい、もしかしたら年末入って鈴払いとか大掃除とかやるじゃないですかで、やって、はい、すす払い的なことをやって落ち着いて大晦日さあ年が暮れていくっていう時にあの豪華絢爛な舞台装置を見ることでもしかしたらそのすす払い的なものときらびやかなものがセットされて師走が過ぎていくんだってなんか感じたことあるんですよ、だからもう日本中の人たちもしかしたら南極越冬隊員の人たちも含めてラジオでも流れてるわけだから、もしラジオで生で NHK が放送して海外とかで聞いてる人が見えてなくてもトラックドライバーの方が見えてなくても小林幸子さんのビジュアルを想像するわけじゃないですか、舞台、はいはい、あれがいいんだな、年が暮れていくんだな、人は1年でけじめをつけるときに何かがないとエポックがないとダメなんだ、そうやって人をいい気持ちにさせて年越しを手伝ってたわけですよね、いやなんだかすごく嬉しいです、ありがとうございます、ちょっと経ってちょっと事務所の騒動あったじゃないですか、ありましたありました、であの時もいろいろと終わりになったと思うけど、はい、その時やっぱ僕もちょっと悲しい気持ちになったの、なんかね、なんかに巻き込まれてんじゃないか、大丈夫か幸子さんはと、はい、いつも元気で明るい幸子さんでいてほしいっていうのがあったから、あの時は遠くの方だけど大丈夫なのかななんて思ってるうちに、またバーンと様変わりした幸子さんが出てきた時の喜びありましたね、はい、ありがとうございます、でもやっぱりいろんなことを乗り越えていくんだ、いろんなことがありました、でもね、いろんなことがあった時に思ったんです、もう四面楚歌になって私なんでってことありましたけど、悔しさ、本当に悔しかった、いろんな意味で悔しいのってものすごくエネルギーになってバネになりますね、私はいい経験したと思ってます、そうですね、うん、悔しさは本当にエネルギー、本当に悔しかったです、だから何でもできましたね、これ何でもできましたねっていうのはね、あの時もそうなんですが、私があの思い出酒という歌に巡り合うまでデビューしてから10歳でデビューしてから15年間の間本当に売れなかった時に、私は生きるってこと、つまり歌うっていうことは生きるってこと、生きるってことはお金を稼がなければ生きていけない、歌うことはお金を稼ぐこと、生きていかなきゃいけないことなんですよ、だからその時その10歳から始まりましたから、仕事をもらうことの重要さ、仕事をもらわなかったらお金もらえないわけだから、この仕事できます、この歌を歌いますかって言って歌いませんって言うともうそこでなくなっちゃう、ジャズ歌いますかって歌いますってまず言っちゃうんですよ、ああそうだった、何でもこなすようにやったんですよね、もう15ぐらいの時にジャズ歌います、これで歌えないって言ったら仕事が来ないと思ったから、
だから歌えるって先に言っちゃうんです。それからですよ、その当日までカタカナって聞いた、カタカナで英語書いて、それ全部覚えるんですよ。ジャズを15ぐらいの時、それで歌いました。でもそれがね、後になって、ついこの間もジャズのアルバムを出したから引き出しに行こうって入れさせてもらったんですね、いろんなもの。それが今になると、あの時死ぬ勢いでなんか生きるためにやっていたことが役に立ったっていうことがたくさんあるんですよ。ロカボ曲とかもいろんなこと精力的にチャレンジ、はい、そういうのも全部ベースはそこか。そうです、いつも受けたまわっちゃうんですね。だからラスボスっていいですかって、その意味わかんないでいいよってノリで言ってんのと同じで、ジャズ歌えないのに歌います。そうなんです。で、言い切ることで近未来を先取りして持ってきちゃうんだ、本当に歌っちゃうんだもん。結果的にはまあそうなったんですけどね、だまあ無謀なことをやってた。自信があって言ってんじゃないですかね。もう見切りですよね。全然見切りです。仕事が欲しい、稼ぐんだっていう、うん、どっかでやっぱり子供だったけど覚悟を決めてるんです、どっかでね。やっぱちょっとここお野菜、やっぱりね、温野菜しゃぶしゃぶっていうぐらいだから美味しい、本当に美味しい、ゲームですね。ルーダさん、はい、お休みなんかあるんですか？厳密に言うと休みないんですよ。なんでかというと、休みがあってもその時に小林幸子さんの資料を読んだりとかいろんな仕込みの時間とか本読んだりしてるから全部仕事に繋がっちゃってる感じがするんですよね。あ、でも好きなんですよね。なんで？お話すること好きだから。もうさっきの悔しさをエネルギーにするっていうのはもうじんとくるんですよ。僕も同じで、ずいぶん若い曲がないだから言葉で傷つけられてきて、当たり前ですよ。だって今は何でもハラスメントってね、便利にこうまずいことはまずいっていういい時代になったけど、僕らは20代とか10代の頃って言葉で傷つけられるなんて感覚もなく傷つけられないで、気がついたら自分も人を傷つけてるわけです、言葉で。だからもうやったりやられたりっていうことをやってきてるから、もうなんかいつも悔しさはサプリメントになって、あ、いいですね、悔しさがサプリメントって、ね、もうそれでも元気になるしかない。わかる、うん、もうだからなんか幸子さんの話聞いたと、もう一言一句わかるんですよ、ね、で、座右の銘があるじゃないですか、はい、思い込み、思い込みを捨て、思いつきを拾う、本当に、あ、嬉しいな、わあ、思ってくれる。思い込みはどうしてもそっちで人間生きちゃうからこそ、それをなるべく捨てるようにして思いつきを拾い上げてあげる、うんうん、これはなかなかできないけどやるべきことですよね。そうです、どうしても思い込んじゃいますよね。自分はいくつだとか、何十年やってるだとか、何の賞をもらったとか、語学何年出たとかって、そういうことを思い込んじゃって、じゃなくて、あ、だからそうか、だからもう科学とか医療医学も全くそうで、仮説を立てる、だから思い込みを捨てて、本当に思いつきを拾い上げるところから仮説で論文書いて、 それが連続的に同じ結果が出る法則を見出すと、その実験結果成功して臨床試験をパスしてとか、製薬につながるとか、再生医療につながるとか、ご主人の世界だとか、こういうのと小林幸子さんの心のサイクルは全く畑違うけど一緒ですね。今気づいたぞ。ありがとうございます。ご主人がやってる世界の思い込みを捨てなきゃいけない、思いつき拾わなきゃいけない、同じなんですね。だから結婚したのかなって思う。だから小林幸子さんの拳とかビブラートってのはビブラートの iPS 細胞と呼んでる。いやいや、だから若いなんてこんなに、いや本当に楽しく組み立てて言葉が iPS 細胞ですごい細胞、すごい、そうでしょ、小林さんの上手ですよね。いやだってね、時折ね、はい、イチゴ上は聞いてね、はい、こんな私でもやっぱりそのエチゴの育ちじゃないのに泣き入る。やっぱり人生ある程度70近くまで生きてると泣き入りますね、あの歌ね。あ、本当ですか、嬉しいな。数え7つで歌って泣いた白い化粧の悲しさよってなるじゃないですか。本当越後自身の、あの角兵衛自身の越後のあのね、世界と放浪芸、大道芸とも言って、あれと幸子さんのこの昔から歌い続けてっていうのはなんか被ってくるんですよ。だから重みがあるんですよね。私がデビューした年、はい、昭和39年ったら新潟の大きな地震があって家が潰れたんですよ。ちょうどオリンピックに沸かしてる時に新潟の大地震なんですよね。ちょっと前にやったんです、はい、それでうちは潰れてマイナスからのスタートで、それをするためには故郷に錦を飾るまで帰れない、もう何しよう、歌い手として何か形になるまでは帰れないと思っていても全く歌が売れなかった、そういった時代。やっぱり何らかの形で新潟でね、あの両親にまたちっちゃくてもいいから家を作ってあげたいって、なんかそんなことばっかり考えて、それがイコール歌になったんですけど、でもね、この辺りは私の方のチャンネルで小林幸子の反省を掘り下げさせていただいてよろしいですか。ありがとうございます。それは本当にありがたいんで、この後俺たちチャンネルのご意見をつないでいただきたいと思います。
一生コラボしていきますから。ありがとうございます。というわけであっという間に小林幸子は YouTube はもう時間切れでございます。この後は鈴崎さんの方のチャンネルでぜひご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。なんつってもひないどりのタイミングなんですよ。あ、そうですね。いやいや、美味しいですよね。いや、ここは美味しい。やっぱり行きつけでしょ、幸子さんね。はい、ここ素晴らしいよ、ここ最高です。